したものなんて何もない。この次があるのなら、あの時見捨ててきた全ての代わりに全ての人を助けなくちゃいけないんだって、そう思ったんだ。お母様。じゃあ、あなたは最後まで自分が正しいって信じられる？つぞやの夜とは違うだろう。あなたの生き方はひどくいびつよ。誰も泣かずに済むのなら。結局、またこの結末なのね。所詮人間では、お前たちの純粋さに向き入られない。今すぐあいつを殺して！やめろてめえ！シュガーが来る。お母様がいた、この城に。向こうも決着をつける気のようね。それがエミア・シローの限界だ。無理を積み重ねてきたお前にはふさわしい幕切れだろう。俺はどんなことになったって後悔だけはしない。誰かのためになりたいっていう思いが間違いのはずがないんだからな。